みっともチャンネルともえだよ。みっちゃんですよ。イエーイ。今日は夫婦喧嘩の日です。今まで数ある夫婦喧嘩をしてきましたが、今回のテーマはデコ弁です。デコ弁をしてほしいというファンのこの声を聞きました。これで決着をつけたいと思います。今回の採点は、お弁当を作ったの写真撮って X でアンケートを取ります。なのでもう見た目勝負。なるほど。その写真でどれだけ良さを伝えられるか。分かった。これは勝ったやろ。ともえ、ともえの方が絵だって上手だし。じゃあとりあえずどんなお弁当にするか絵に描いてみようよ。分かった。設計図を描くわけだな。そうそう。どんなにしようかな。まず何のキャラにするかだよね。お、これは勝てる気がする。アイディアが舞い降りてきた。色もつけるの。色鉛筆はこうつけていいよ。すげえ、いっぱいある。やった。自分だけがこうやって色鉛筆使わないとずるい。ほらほら。幼稚園で譲り合いっこって習ったでしょ。幼稚園なんてもう40年以上前だ。忘れました。そういうことじゃない。ともえできた。これもできた。せーの、じゃーん。かわいい。トモパンマンとミツキンマン。かわいいね。上手だね。ほら見て、トモエ。トモエとミッちゃんとトモニャンとミツニャン。これはもう勝ったな。いや、絵はね。じゃあこんな感じで作っていきましょうか。はい。どっちからする？まああれか、いつもは一人ずつだけど、うん、同時に作って、うん、並べてアンケートだね。そう。それじゃあレッツクッキング。俺の勝ち。トモの勝ちだ。なんじゃこりゃ。タチウオ。大葉をこうして目をこうしていきます。で、巻き巻きするの。そう、これが太陽。これ太陽になるの。太陽になるの。巻き巻き巻き。タチウオ綺麗だね。うん、こうやってこれで天ぷらにします。おお。今度はチーズ。そう、トマイチーズ好きやろ。うん、大好き。豚肉。そう。もしかしてこれはアジイチネギ。そう。分かったな。大分に住んでもう4年半ぐらい経ったからな。うん、まあ、おお。これはアンパンマン。トモパンマン。ミツキンマン。ミツキンマン。あ、上手じゃん。うわ、もう丸くなった。偉いね。ほら、ちょっとバイキンマンに見えてきた。ほら。悪そうな顔になってるやん。よいしょ。ここが一つポイントです。アンパンマンの手、もしかして。そう、アンパンマンの手。みっちゃん、お願いがあるの。やだ。玉ねぎみじん切りにして。わかった。じゃあ、トモエの1点は俺の1点だよ。違う。じゃあ、注意書きで玉ねぎはみっちゃんに切ってもらいましたって注意書きしなさい。いやだ。もういい。切るの、自分で。知らないよ、可愛いおしめの手が切れても。じゃあ、俺が切ってやろう。しょうがね。まずはハンバーグを作っていきまーす。うわ、あっつ、何してんねん、自分。裏返す。ああ、なんとか裏返った。ソーセージも焼きまーす。完成しました。できたよ。じゃーん。トモエすごくね。すげえ。ずるい。もうちょっとここら辺こうやってぐちゃぐちゃしなさい。なんでやねん。みーちゃんもこのゆで卵を麺にするっていうその発想がすごい。ほら見ろ。きっとさ、いつか米粒ができてみーちゃんにキャラ弁作ってほしいって言ったらさ、こうやって一生懸命作るんだろうね。俺の方がいっぱい素材を使って栄養価が高いです。栄養価はみっちゃんの方が高いね。ほら見ろ。
今インスタグラムのストーリーでアンケートを取っております。こんな感じで1時間後に締め切って結果を見ましょう。でその間に食べよう。いただきます。いただきます。点数もつける？一応2人の中での味の点数もつけよう。ハンバーグうまくできた。ヘルシーな味だ。こっちも食べてみて。バイキンも悪い顔してる。これいいじゃん。何？ネギに肉巻いてるやつ。タチウオうま。ハンバーグどう？おいしい。玉ねぎ俺が切った。いいじゃん。このみっちゃんのお弁当は95点。ありがとう。自分のは、でもなんか95点かも。どっちも一緒。こっちは味が良い。こっちは見た目が良い。じゃあみっちゃん次第だ。もうずるい。こっちは、やっぱキャラ弁としては完成度が高いよね。98点をつける。やっと。こっちはキャラ弁としてはぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃじゃないよ。一生懸命作ってて。芸術的だよ。ぐちゃぐちゃ。90点です。それぐらいでそんなもんです。あらまあ、とりあえず2人の中での結果ではトモポンの勝ちです。イエーイ。でもこれはまあ本番はファンの人どうせトモヤが勝つよ。何拗ねてんの。俺も拗ねた。あらまあ、というわけで1時間が経ちました。運命の発表です。自信のほどはいかがですか。カナチータン。なんで絶対俺が負ける。わかんないよ。呪う。俺に入れなかった人を呪うの。そう。俺に入れなかった人を呪う。かわいそうでしょ。呪う。大丈夫。俺に入れた人の呪いは智也が解きます。というわけで結果発表に参ります。1020票対4258票。俺が勝ち？パーセンテージで言うと 19% 対81% で、ドゥルル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 ン、トモポンの勝ちです。イエーイ、やっと勝ったぜ。呪う。トモエに入れた人をみんな呪う。そんなことしちゃダメ。しょうがない、まあ、たまにはトモエに勝たせないとな。何それ。よかったね、おめでとう。何この後味悪い感じ。でもついてたコメント見たら、見た目はトモエだけど美味しそうなのはみっちゃんって声が多く届いてました。俺の勝ち。なんでよ。参りましたわ。参りました。はいはい。トモエに入れた人たちのを後で見せろ。見せない。ね、勝ったからでも何でも言うこと聞かせられる。いいよ。なんで。そういう約束でもなかった。約束だった。みっちゃんはお酒飲んで忘れただけ。後でバナナミルクジュース作って。バナナないよ。もう今から買うの。そう、買ってきて。じゃあ明日バナナミルクジュース作って。分かった。みんなもたまには夫婦喧嘩をしてみてください。それじゃあバイバイキン。バイバイキン。あ、分かった。じゃあバナナジュースやめる。肩もみして。最高に気持ちよくしてね。う、いて。ここか。痛い。ここだろうか。痛い。ここ。あ。うん。痛い。もういい。あら。うわ。いやー。いや。助けて。はーはーら。泣いたー。